あのちょっとちっちゃな開いてるんですね。なるほど、開いてます、開いてます。入ると抜けないんですよ、はい、その抜けるところがないので、ええ、まあ、それを抜くのに、タイヤチューブ外し、あ、タイヤ外して、うんうん、でバルブ外して、うんうんうん、で要はタイヤとバルブと、うんうん、あのこうバルブの中にあるこう、空気が抜けないようにするこう押さえつけてるパッキン圧を、あのそこ抜いてあげて、はい、でそこの穴とここの中にある中空 の、あの逃げ場のない穴をつないであげる、はい、でそれでただそれでもそうそう抜けないですけどね。な、でもそれしょうがないくて、別にもうあと自然に任せるしかないしかないです。結構ベアリングのところとかは一応シールとかはあるんで、ええ、はい、まあそうそうジャブジャブ入ることはそうですね、はい、確かボーラ2セラミックが入っていて、セラミックって喋るんですかね。セラミックのそのもの自体鉄みたいなサビは出ないですけど、はい、ただ白サビみたいなのがあのアルミでもつくような感じで、はいはいはい、アルミも基本的には錆びないですけど、白サビみたいなのは付着はするんで、はい、そうするとちょっと周りが遅くなるとかあるんですか。あんまり、まあ、その痛みが早くなるとかはありますけど、ただそこもあのベアリングのところのボセアミックベアリングは、うん、あの基本的にもうあの中グリス入れて、うん、で防水シールが入って、うん、で圧着してるんで、うん、あのよっぽどこうホースジャーってそこに直接わーってかけたりとかしない限りは、ね、はい、じゃあそこは大丈夫だね、うん、多分こうやって回してる時にチャラ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 って、じゃあやっぱ周りですね。はい、あのカーボンとかそういうのにもかかわらず、うんうんうん、あのチューブレスのタイヤで、うん、あのレース雨のレースとか出ると、うんうんうん、やっぱそうなりがち。あ、でじゃあその後はしょうがないわけですね。ちょっと時間を置いて抜けるのを待つのが、まあ、一番賢いですけどね。まあ、だから方法としてはそれしかないんですよね。多分もうないんじゃない。